あ、うらら、ライスは見つかって、おい、なんでトレーナーを連れてきてんだよ。まさか、中に入れるつもりじゃないだろうね。ウマ娘寮にトレーナーは立ち入り厳禁だよ。うりゃー、ごめんなさい。でも、ライスちゃんが呼んでたから。ああ、もう、しょうがねえな。今だけ特別だ。寮長権限ってことで許可してやるから、とっとと行きな。うん、石山さん、ありがとう。トレーナーさん、こっちだよ。この大気は門限も過ぎてるってのに寮を抜け出そうとしたんだ。日本の寮長としちゃ見過ごせないんでね。さ、そいつをこっちに渡しな。渡さないでプリーズ。わっ、トレーナーさん。大気、あんた随分と立派で話のわかるトレーナーがついたんだな。さあ行くよ。みっちりお説教だから覚悟しろ。聞いても口を割らないわけだ。後輩のせいにはしたくないってか。それは、ま、実際のとこ何度かパーティーがとか口走ってやがったから、なんかあるとは思ってたけどね。いいや、石山姉さんは甘くはないんだ。きっちり罰を受けてもらうぜ。寮のキッチンの棚にお菓子だのなんだのが詰まってる箱がある。言っとくけど、重たい箱だからね。そいつを私の部屋に運んで、それからエルとグラスも連れてきな。それってもしかして、私の部屋で励ましパーティーの続きだ。ったく、あんたらの話聞いてたら柄にもなく故郷のことを思い出しちまったよ。アメリカ生まれ同士で集まって、今夜は一丁パーッとやろうじゃないか。石山さん、サンキュートレーナーさんもサンキュー。来てくれてとってもとってもハッピーです。あ、そうです、トレーナーさんも一緒にパーティーしませんか。しましょう、きっと楽しいです。いや、トレーナーは基本寮には立ち入り禁止だからダメだよ。なあ、そんな、ト